入金。男塾大往生。私の名は男爵ディーツ。人は私をヘルブ・マジシャンと言う。私の名は男爵ディーツ。この勝負、俺が行く。俺を自ら血祭りにあげてくれよ。見せてやろう、男的魂を。貴様に勝ち目はない。みんな先駆けだ。贅沢な猫よ。左だ左だ逃げろ。
言しただけで熱くたぎる表現方法の一つである。この表現の原点は古く、古代の民が食材にヒョウ柄のものをかぶせて保存したところ、その食材が驚くほど長持ちしたということから、特別な存在の柄として代々言い伝えられてきた。その結果、まだまだと叫ぶ大街道娯楽連盟初代理事の弁当箱の包みに使用されていたのは有名な話である。第12章、サラリーマンの心得より抜粋。先駆けだ。これぞオリンポス。この邪気自ら行かねばなるまい。邪気対ゼウス、お互い満身創痍のまま勝負は3日未満続いた。4日目の朝を迎えた時、2人はその最後の気力と体力を振り絞り勝負に出た。しかし勝負はつかなかった。杖も根も使い果たした2人はそのままの体勢で気を絶やしていたのだった。Oh!
you